リスナーの皆さん、こんばんは。下鴨セブン、今日から身になるラジオの時間となりました。この番組は第3金曜日19時から、不大生が京都の大学や地域のホットな話題を発信しています。本日のパーソナリティは2回生の宮脇千恵子と、同じく2回生の山村沙耶香です。よろしくお願いいたします。この番組は文部科学省大学間連携共同教育推進事業の一環としてお送りします。さて、それでは今日のゲストを紹介します。本日のゲストは京都大学法科大学院1回生で、学生団体アイボートの関西代表を務めておられるソウ・トンフィンさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日ソウさんには今まで人生で経験した困難についてお伺いしていきたいと思います。ソウさんは京都大学法科大学院で学んでいらっしゃるってことなんですけれども、すごい大学院って言ったら賢いってイメージがあったりして、はい、高学歴だと思うんですけど、本当に今まで苦労したことってあるんですか？高学歴ですか？いや、ありますあります。毎日苦労の連続ですよ。やっぱりね、ある程度勉強とかも身につくまではしっかりとやらないといけないんで、まあ、結果が出ない間は苦しんだりしてますね。ただあと結構恋愛もね苦労してるんですよ。自分自身が情を移ってしまうんで、まあ、引きずったりとかしてるんですけど、まあ、真面目な話をすると、まあ、本当に苦労したっていうのは、そもそも生きていくこととか自分を肯定しながら生きていくこと、そこに結構人生の困難があったような気がします。自分を肯定してながら生きていくことですかね。それを考えたのは、こう何か出来事があって、そういうふうにその生き方が難しいっていうふうに感じられたんですか？そうですね、まあ、生まれながらにしてアイデンティティに関する困難っていうのが常に自分の中にありました。っていうのも、自分が在日韓国人の3世として日本に生まれてきたっていうことで、小学生の時点ですでに自分が生まれてきた意味だとか、なんで自分って日本にいるのかなっていう疑問にぶつかってたんですね。小学校からは本当に自分の名前ソウ・トンフィっていう名前で通い始めたので、ただ周りと名前が違うっていうだけで嫌がらせとかがあったりしたんですよ。やっぱり周りの子からそういう目で見られるだけで、自分はなんでこの国に韓国人として生まれてきたんやろなとか、自分が生まれてきた意味って何なんやろなって考える機会は、自然と同年代の子よりも多くなっていったような気がします。そうなんですね。じゃあその何の乗り越え方とか、もしくはその何に負けない気持ちをくれたものとか考え方っていうのはありますか？そうですね、まあ、だんだんと在日韓国人としてのバックグラウンドって、むしろめっちゃ特権なんじゃないかなって考えることができるようになってきました。きっかけは留学をしたり、いろんな世界を見てきて、たくさんの人と出会う中で、僕が話す言葉っていうのは日本を知っている韓国人の言葉として受け止められるんやなって感じたことでした。今その日韓関係っていうのはお世辞にもいい関係ではないと思うんですけども、だけどどちらの国も知っている在日の立場の僕が話すと、自然にお互いがお互いを受け入れてくれるんだなって感じることが多かったんです。あと、失敗は失敗として捉えないっていうことも言えますね。成功の反対っていうのは失敗じゃなくって、何もしないことなんですよね。ゼロがあって、その成功までの過程の間に失敗っていうのがあると、なので失敗を重く受け止めてしまうと、それこそまあ人生の困難だなとか感じてしまって、どうやって乗り換えようとか乗り越え方を考えないといけなくなるんですけど、失敗が成功への単なる道しるべだとか一過程だと思ってしまえば、それほど克服も難しくないように思いますね。最後になるんですけど、自分の限界を知って一緒に進んでくれる仲間を見つけることが最大の困難の克服方法だと思ってます。まあ、所詮人間一人の力ってそんな大きくなくて、結局他人の力を借りた方が大きなパワーとかムーブメントを生み出せるんですよね。僕自身も自分一人で思い悩むことに限界感じてたら、僕を支えてくれる、一緒に横になって走ってくれる仲間を見つけることができて、そうやってやってるうちにアイデンティティの困難なんて一瞬で吹き飛びましたね。で、自分を肯定してくれる仲間がいるって分かった以上、もう本当ただひたすら自分の信じる道をできる突き進むことができるんですよね。今そのお話いただいた考えを含めて、ちょっと難しい質問にはなるんですけど、トンフィさんのその自分らしい生き方っていうのはありますか？そうですね、まあ、本当に難しい質問なんですけど、僕自身が思っている自分らしい生き方っていうのは、何事にも感謝して生きていくことだと思ってます。自分が今ここにいること、生きて生きていることで、毎日朝起きて幸せに美味しいご飯が食べられていること、それって世界から見てみると本当に異常なことで、どれだけありがたい非日常なのか、それをしっかりと認識して感謝すること、そうやって考えられるようになったのは、まあ、実は僕がその311が起きる直前の3月10日まで岩手にいたと。となるとやっぱ東日本大震災ってものすごい衝撃で、
僕にとってはこう一瞬で僕がこの間までいた町が消えてしまっているっていう衝撃があったんですよね。その後復興支援をしたり旅をしたり留学をしたりする中で、まあ、世界をたくさん見てきて、ああ生きてるってすげえことなんやなと思いました。例えばモロッコに行ったんですけど、そこではもうそんなに出生率も出生率高いんですけど、1歳まで生きる確率も高くなければ平均寿命も高くない。だけどモロッコの人たちはみんな幸せで、なんでかっていうと本当に神様がいて自分たちが毎日生きしてることが本当に幸せなんだよって言ってて、あこの価値観って本当なかったなって思って、まあ、僕がね日本でただ生きをして生きていけることに感謝し、何事にも周りにありがたみを感じて今しかできないことをやっていく、それが僕の自分らしい生き方かなと言えると思います。自分の今の環境に感謝して生活するってこと大切ですよね。そうですね、うん、以上このコーナーは京都の大学や地域のホットな話題をお伝えしました。今日のゲストは京都大学法科大学院1回生で学生団体アイボート関西の代表を務めておられるソートーフィーさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。では後半に行く前にここで音楽をお聴きいただきましょう。今日の曲はソーさんのお気に入りの曲でウーバーワールドの高音です。この番組は下鴨セブンが京都の大学や地域のホットな話題をお送りしています。後半は前半の話を踏まえて今ソーさんがされている活動についてお伺いしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。で、アイボート関西という学生団体を立ち上げられたそうなんですけど、どうして学生団体を立ち上げようと思ったんですか？そうですね、アイボート関西っていうのは、まあ、投票率を向上させようっていう団体なんですけど、なんでこれやろうと思ったかっていうと、まあ、自分自身の前半に話したアイデンティティの話に関わってるものがあって、まあ、自分は在日韓国人として生まれて投票権がない身です。なのでだからこそ人一倍日本の政治や経済のことには興味があるし、周りが選挙権投票権を持っているのに言っていない行使していない姿に悲しみとか悔しさとか憤りとか本当に諸々の複雑な感情を抱いてるんですよね。選挙に行けることって本当にすごいことで、この国や町の未来を自分たちの手で作れるんですよ。それって本当にすごいんですよね。まあ、僕は日本に生まれて永住権持ってるんですけど作れないと。そもそも若者って、まあ、投票行ってないせいで政治家たちからも軽く見られちゃって、どんどんなんか偏った民主主義が生じてしまってるんですよね。で、まあ、政治をもっと身近にして若年層の政治参画だとか投票率の向上を目指す学生団体としてアイボートを作ろうと、その関西支部をこの5月に作りました。
選挙権って本当に誰にでも平等に付与されていて、しかも誰のパワーも同じ1票しかないんですよね。皆さんが持ってる1票って本当に平等で、で投票権がないからこそ余計に僕が感じているのかもしれないんですけど、選択できるのに選ばないっていう無責任、その感覚を広く認識させたいなと思ってます。すごく大きな理念を持たれて活動されてると思うんですけど、その相棒と関西は具体的にはどのような活動されてるんですか？そうですね、まあ、今若者のこの投票率って実質 20% とか 30% そういう状況で、ただ単に選挙行こうやとか投票行こうやって声高に叫んだとしても、それで興味持ってくれるっていうのはやっぱ結局もともと政治とか選挙に興味があって投票行ってくれてる子たちなんですよね。そうじゃなくて、今はまだ選挙に行ったことがないけど、まあ、何かのきっかけさえあったら、あるいは背中を押してくれる機会さえあれば選挙行ってくれるんやろなっていう、その層、中間層へのアプローチが必要なんですよね。それどうやってやるかっていうと、やっぱ選挙とか政治っていう堅苦しいイメージを取っ払って、まあ、女子会やったり政治家呼んだとしてもセミナーやるんじゃなくて居酒屋行って飲むやっていうことやったり、そうやって堅苦しさ取っ払ったイベントやキャンペーン通して、少しずつ本気で若者が京都とか日本の未来考えてくれるような機会を作っていってます。イベントとかキャンペーンを中心の活動されてるんですね。そうですね、私自身少しアイボートさんと似たようなイベントの開催をやらせてもらう機会があったんですけど、やっぱりその中で人にこう影響を与えるだとか考えに影響を与えるっていうのはすごく難しいことだなっていうのを感じたことがあって、そのアイボートさんの活動も結構イベントって効果が見えにくい部分があったりとかして、その活動の中で不安を感じたりとか、この不安になったりっていうのはありますか？もちろん不安は毎回持ってますね。もちろんね、そのイベントのたびに参加者さんの皆さんに、このイベントを通して投票行くように思いましたかとか、投票行けるようになりましたかとか聞いてフィードバックをもらってはいるんですけど、そうやって自分たちの活動っていうのを常に数字で出すようにして、どれだけの参加者さんが投票に行こうって思ってくれたのか、そうやって数字で出して僕たちがどれだけ社会的意義があることをしているのかっていうことを出すことで、一つ不安を解消してるっていうのはあります。でもやっぱ継続的にね、選挙行ってもらうインセンティブを与え続けるのは本当に難しいことで、でもそこを結局なんとかしなあかんなと、一回行ってもらう限り僕たちが毎回毎回選挙行ってくれっていうわけじゃないので、継続的に皆さんにインセンティブを与え続けるのは本当に難しいです。でも、まあ、少しでもね、この町や国の未来を考えてくれる若者を作るためには、結局ずっとずっと草の根を続けつつ、僕たちのやってることが本当に意味あるのかっていう自問自答と PDCA を繰り返して、本当にこうやる最短の方法とか最善の方法は何なのかっていうことを、それを模索し続け実行していくことが、まあ、不安を取り除く方法ですね。なるほど、やっぱり日々のアクションとか考え方を考えていくことっていうのがずっと大切なんですね。そうですね、私もそうなんですけど、今自分がやってることに不安を抱えてる人って結構多いと思うんですね、はい、で最後にそのような人に一言いただけますか？そうですね、まあ、自分がやっていることっていうのが結構限られた時間を費やす価値のある時間かを何度も自問自答してください。でそこで本当に価値があると胸を張って言えるのであれば、不安を抱える必要はないんですよね。自問自答し続けて不安に思う要素はなくしていってるんですから。でそしてやっぱ一瞬ね、孤独になる勇気を持ってほしいなって思います。一歩踏み出すときって体もそうなんですけど、少しバランス崩しますよね。その時に一瞬だけ孤独になるんですけど、仲間ついてきてくれるんで、それだけをまあ必ず忘れずに、でまた感謝の気持ちも忘れず、お互い高みを目指していければなと思っています。頑張っていきましょう。そうですね、一緒に頑張っていきましょう。お話ありがとうございました。今日のゲストは孫東フィンさん、山村、そして私宮脇でお届けしました。次回の下鴨セブンの放送は10月17日金曜日の19時からです。どうぞお楽しみに。この番組は文部科学省大学間連携共同教育推進事業の一環としてお送りしました。